ごく妊娠は嬉しいんですけど、初期はやっぱりあんまり人に話すこともできないじゃないですか。なので一人で抱え込んじゃって漠然となんですよね。何が不安なのかもわからないし、どうなってるのかもわからないし、ちゃんとママになれるかなっていう夜も眠れず、なんか結構インターネットとかで検索し始めちゃったら、もうどんどん不安になっていってしまって、突然夜泣いちゃったりとか、不安で破水しちゃったどうしようとか、陣痛の時に自分が耐えられるのか、出血の途中であったりして、結構安静期間が長かったんですね。その前に流産を何回かしていたので、持つのかなっていう子宮あの頸がんの手術もしてるんですけど、年齢も年齢だったんで、結構ずっとちゃんと喜べなかった。不安のが大きくって、やっぱりあのエコーの写真とかあったりするんで、赤ちゃんの形とかになってくるじゃないですか。なんで一応話しかけて頑張って頑張ってばっか言ってたかもしれない。頑張ってる。二人で頑張ります。